ということでです。今日はバク転とかバク宙のキック、回転力がうまくいかないときは、こっちへの蹴りを鋭くやるっていう練習をしてみるといいんじゃないかなっていう話をしていきたいなと思います。どういうことかっていうと、前ね、バク転とかバク宙っていうのは、床を前にずらすような、こういう力が加わってるよっていう話をしたんだよね。ってことはさ、この床に対するキックの仕方が上手かったら、鋭かったら、めちゃくちゃ勢いもらえると思わん？だから、鋭いキックの仕方が大事になってくるっていう、そういう話なんだけど、もしトランポリンが使えるんであれば、このトランポリンがすごくそのキックを鋭く上手くする練習に使えるんだよ。なぜかっていうと、最初はこう飛んでてもいいんだけど、飛びながら、ビョンってキックしてもいいんだけど、これ、この垂直ジャンプで、まずは上に向かっての鋭いキックができるようにするっていうわけ。そうすると、キックが上手かったら、鋭かったら、バシュンって上に飛んでいくから。それって自分の中でうまく蹴れたなとか、スピードあったなとか分かるから、それをやっていくっていうこと。で、ちょっと慣れてきたら、ハードモードにして、飛ばない状態で、こっから、ヒュッっていうキックをするわけ。そしたら、バク転とかのさ、こういう鋭いキックの練習になるでしょ。まあ、バク宙なんかはもろそこに繋がってくるけど、で、これができるようになったら、今度は、後ろに、こうやって飛ぶわけ。そんなにたくさん飛ばなくていいよ。要はこれで何がしたいかっていうと、ベクトルを真上から斜めに持っていくっていうこと。そうするとさ、だんだんバク宙とかバク転のその蹴りになってくるじゃない。つまり何が言いたいかっていうと、ここのね、ジャンプの仕方がうまいっていうのは、物体に対するキックの仕方がうまいっていうことなんだよ。だから一番簡単なこの垂直ジャンプで蹴りを練習して、ベクトルをこっちに、力の方向をこっちに練習していくようにしていきましょうっていう、そういう話なんだよ。ということで、こういう基本的な体の使い方の練習っていうのはものすごく役立ってくるから、トランポリンがないんだったら床でやってもいいと思うし、まあ、トランポリンはさ、その辺に売ってるから買えばいいと思うんだけど、トランポリンがもし、使えないのであれば、なんか公園とかのさ、タイヤとかこうバインバイン跳ねるような地面とか、そういうところで練習するのもありかもしれないよね。とにかくそういう基本的な体の使い方の延長線上にあるこういう鋭いキックっていうのが、バク転とかバク宙とか、そういう、まあ、回転力を生み出す、うまく体を動かすっていうところにつながるよっていう、そういう話でございました。じゃあバイバイ。